火事があったのは野々市市押野1丁目の住宅で、今日午後4時半過ぎ、住宅の1階から黒い煙が出ていると付近の住民から消防に通報がありました。火は住宅の1階から2階部分などを焼いて、午後5時40分ごろにおおむね鎮火しました。現場は住宅密集地で、およそ500メートル離れたところに立野小学校があります。付近の住民の話によりますと、火元とみられる家には50代の男性が一人で暮らしていたということですが、消防によりますと、この火事でのけが人は今のところ確認されていないということです。